オタク。あーやばいやばいやばい、ひろたか。はい、先行だな。おーっしゃ、ナイスダウン、さすが。それは夢に生きる人たち。待たせたな、ひろたか。はい、スタン入った。行こうか。正直殺そうかと思った。行くぞ、バイ。だって隠してるって知らなかったんだよ。まさか転職先にヒロタカがいるとはね。この会社でもおたばれしたらお前のこともバラすから、この男廃人クラスのゲームオタクですよーってよっしゃくりゃ。別に俺隠してるわけでもないし。タバコいい？ダメです。吸います。隠しといた方がいいよ、オタクはモテないよ。見てよ髪、めっちゃしんどい。ちょっといい？ 2.5 次元別にモテたいわけでもないし。え、何？彼女いるとか？いませんけど。でしょうね、お前オタクの上に不愛想だもんね。勝てどちゃしかですわ。年齢的にちょっときついな。なるみは？彼氏いんの？1年付き合ってふとした瞬間におたばれしたのをきっかけに距離を置かれ、ついに我々のカップルとしてのモードを初期化しようじゃない。に振られた。あ、ごめん、俺不女子とか無理とか言われて、それを会社全体にアナウンスされて完全に居づらくなって辞め申した次第じゃ。オタクのお前が言うのか、それを。まあ飲めや。オタクに恋は難しい。ああ、だから次の彼氏にはオタクってことを墓場まで持っていくか。パラダイスでしょ。ここ死んでも隠し通す所存。オタクに理解ある男を探すってのはダメなの。出た、自分棚上げ不女子。ダメに決まってんだろ。理解あるってことはそいつもオタクじゃん。オタクはキモいから絶対嫌。うん、タイプじゃねえわ、大人になっても。ヒロタカはいいんだよ、子供の頃からの大切なオタク友達なんだから。そういうとこだと思うよ。は？そりゃ振られるわ。普通に幼馴染でよくない？うん、オタク馴染。 Thanks for watching. If you enjoyed that, check out some of our other videos and our YouTube channel. For more news